皆さんこんにちは。2021ここが出た管理業務主任者本試験回答速報を始めてまいります。担当はレク専任講師の有山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では先ほどですね、管理業務主任者の本試験の回答速報を始めてまいりますというふうにお伝えしたんですけれども、皆さんがですね、おそらく最も気にしていらっしゃるであろう、合格予想点、合格推定点に関しましては、現在ですね、問題の精査を行っているところと、その合格推定点を出すのに必要なですね、データ等がまだ揃っておりませんので、大変恐縮なんですけれども、こちらの動画ではその何点を予想しています、というのはちょっと、発表ができないような状態となっております。で、今回ですね、こちらの回答速報として、私が何をお話しするのかという話なんですけれども、私はですね、こちらの全50問の試験の中で、標準管理規約と適正化法のこちらの2点に絞ってですね、ちょっとこの問題の中で癖があって解きにくかったなっていうものや、もちろんね、皆さん勉強をしっかりと進めていらして対策もね、取っていたと思うんですけれども、それだったとしても若干悩んでしまったかなというようなところをですね、いくつかピックアップしてきましたので、だいたい15分から20分程度でそのあたりをね、一緒に検討していきたいなというふうに思っております。まず、まだですね、私全問を時間かけて解いているわけではないので、一概に言えないところではあるんですけれども、その難しかったか優しかったかっていうのの判断基準の一つとして、まず個数問題がですね、全部で12個で、組み合わせ問題が、私が数えた限りなのでちょっとね、誤っていたら恐縮なんですが、組み合わせ問題が全部で4個、個数が12個、組み合わせが4個というような形で、四肢択一式のね、おそらく多くの方が四肢択一式ですと2つの選択肢は明らかにこれは違うというのが分かると。で、残りの2つがですね、どっちも考えられるな、どちらかなと、どっちにしようかしらっていうので、悩まれるっていうのが多いと思うんですけれども、そういった形でね、割と四肢択一式というのは割と取りやすい問題が多いと。ところが、個数問題と組み合わせ問題に関しましては、もちろんね、組み合わせ問題なんかだと稀にラッキー問題も出たりするんですけれども、2つの選択肢からね、どちらにしようっていうふうに選ぶよりも若干難易度が高くなりますので、そういった意味合いではね、ちょっととっつきにくい問題もちらほら見受けられたかなというようなところでございます。はい、で、内容としまして、早速ね、一緒に見てまいりたいのですが、はい、こちらですね、令和3年度の管理業務主任者の試験問題ですね。皆さんもお手元に問題お持ちだと思いますので、一緒にね、見ていっていただければと思いますが、まず、適正化法についてですね、ページとしましては、問題の29ページ、はい、29ページの下ですね、問いの46から稀にね、5問続くんですけれども、まずこちらはね、通常の四肢択一式と。で、次なんですよね、47が個数問題。48、ページ数で言うと31ページですね。48、個数問題と。あ、個数が2個きたなと。で、さらに、はい、32ページの問いの49が組み合わせ問題 で、さらに33ページの問いの50もこちらも組み合わせ問題と。つまり何が言いたいかっていう話なんですけれども、全5問ある中で2つが個数問題で、2つが組み合わせ問題というような形で出題があったと。で、そうするとですね、組み合わせ問題のところね、ちょっと例えばですけど、問いの49、はい、問いの49、こちらなんかね、見ていただくと、これに関しては、イ方式、ロー方式、ハー方式と、イ、ロー、ハーの、方式があったと思うんですけれども、まずそちらを前提としてしっかり理解していた上で、さらにちょっと細かな知識としまして、じゃあそのイ方式、ロー方式、ハー方式で、それぞれ例えばですけれども、そうですね、イの内容ね、ちょっと見ていきますと、この管理業者、ハー方式で管理をする場合に、区分所有者から徴収される修繕積立金等金銭の
合計額以上の額について有効な保証契約を締結してなければなりませんよっていう問題が出たんですが、この意に関して言うと現時点での判断としましてはこれは不適切であると。はい、これは、ね、不適切であると判断されます。で、何かというと今回のはこれハー方式ですよというふうに言われているんですが、そもそも、この保証契約等々の締結をして保証契約の締結をして、保証しておかないといけないのはこれ E 方式とロー方式、この2つになるんですね。 ですから今回の場合ちょっと細かいところではありますが、そもそもの E 方式、ロー方式、ハー方式っていうのがどういった形でその管理をしていたっけっていうのをまずしっかり理解しておかないといけないっていう点と、でその細かな内容としまして、じゃあ例えば保証契約の締結が必要だったのどうなのっていうところまで、理解していないと、ちょっとねこのあたりは解きにくかったんじゃないかなっていうところなんですね。で今回のこの49番に関しては適切なものをすべて含む組み合わせを探してくださいねっていうことなので、このイの、ごめんなさい、あ、いうえのイの中でハー方式は保証契約の締結はこれいらなかったぞっていうのが判断できれば、結局のところ、適切なものとして、これですね、あうえのこれが適切なんですが、まず意はないなっていうのが分かった時点で、ここ切っていくと、ね、切っていくと。でそうしますと、もう1番か3番のどちらかなんだなっていうのが分かってくる。でそしたらですね、もう1番か3番だっていうふうになると、うというのは全部含まれているわけですよね。あとうというのは含まれていますので、例えばちょっとねお時間が足りないぞみたいな方はこのうをチェックしなくても、もううは合っているだろうと。今度検討しないといけないのは、じゃあ絵が適切なものなのか、適切と判断できるのか、不適切というふうに判断するのかっていうのを、チェックしていくことになるんですが、ただこの絵に関してはこの、保管口座って、どういうものですかと、どういう口座ですかっていうのを聞いているものですから、割と基本的な事項からの出題だったのではないかなというふうに今読み解いています。ですから、そうするとこの絵の保管口座っていうのが、要は収納口座から、収納口座から、もらったものを移し替えて、収納口座に入ってきたものを移し替えて、でこれをその預貯金として、管理するための口座ですよっていう、要はそのままね、ここの部分、ここですね、保管口座っていうのは収納口座から移し替えてきて保管するため、管理するための保管するための口座が保管口座ですよっていうのを読み取れたら、絵はねこれ適切であろうと、判断する。でそうしますと1番か3番で悩んでたのが、これは3番が選択肢、正解肢としては正しいものだなというふうに、組み合わせ問題とか個数問題ってね、先ほどお話した通りちょっと悩ましいところではあると思うんですが、こういった形でね1個ポイントを見つけられたら解きやすかった部分もあったかなというところですね。で、他の問題に関してちょっとね癖があったのをいくつかご紹介しておきたいのですが、今回ちょっと順番が前後する可能性がございますが、まずは問いの29を一緒に見ていきましょう。はい、問いの29はページとしましては、よいしょ、こちらですね、本試験の問題冊子の19ページです。はい、よろしいでしょうか。19ページ、はい、問いの29ですね。でこちらの問いの29が標準管理規約の団地型からの出題だったんですけれども、適切なものはいくつありますかということで、これまた個数問題ですね。でこの個数問題なんですが、注意して見ていかないといけないのが、まずあいうえそれぞれで、いろいろな別の場所、例えばですけど共用部分や、専用部分というふうに判断されるところから、細かくいろいろ聞いてきているので、そこをしっかり読み解いていかないといけないのですが、まずキーワードで言うと、まずあに関しては、そうですね、前頭の雑排水管というふうに言ってると。で前頭だと。で次にイに関してはこれ各頭の雑排水管というふうに、こういうふうに言ってるわけですね。で次にウに関しては、前頭に設置されている給湯器のボイラーですと。で給湯ボイラーに関しては、まず前提としてね、しっかり押さえておいていただきたいのが、ボイラー等の設備は共用部分でしたっけ、専用部分でしたっけと。
これに関しては基本的に占有部分というふうに判断するんだと、まあ、ですからじゃあそうするとその給湯器のボイラーを例えばですけど今回の問題なんかで見ると、団地修繕積立金からその一斉取り替えに、まあ、必要な費用を出すことができますよみたいなことを言っちゃっているんですが、そうするとこれに関してはそもそも団地のその修繕積立金から取り崩せる事項にはまあ該当しないというのが読み取れるわけですよね。で最後絵ですね。絵に関しては集会所というふうに言っていますね。で集会所のこれ雑廃水管ということなんですが、まあ、この実際に私が本試験を受験するのであれば実際にこういった形でねチェックをつけていったと思いますが、この状況下で一個一個判断していきますと、まず案に関してはその全棟の、まあ、配管等々の清掃ですね、高圧洗浄清掃に関する費用というのは、まあ、共用設備の、まあ保守維持費、保守維持費という、まあ、観点から管理費を充当することができると現時点で判断しています、まあ、ですからこれに関しては、適切であると、ちょっと丸しておきましょうかね、適切である。で次にイは今度は同じ雑廃水管ではあるものの、これ、ね、各棟のっていうふうに言ってるんですよ、各棟のと。で各棟の、雑廃水管の今度はじゃあ高圧洗浄なのっていうと高圧洗浄ではないと、縦管と継ぎ手部分の更新の工事をしましょうねというふうに言っています。でその更新の工事をさらに今度何から出そうとしているかっていう話なんですが、さっきのこれ管理費で、今度のは各棟の修繕積立金から支出で、さっきはすることできるって言ってたんですけど今度はすることができないというふうに言っているので、聞き方もしっかりチェックしていただきたいんですね。でそうするとこの各棟のその雑廃水管の更新工事について各棟の修繕積立金から出せるの出せないのっていうと、これに関しては要は縦管と継ぎ手部分というのが共用部分に該当するので、その共用部分に関しての更新工事、その各棟の修繕積立金から支出することもできますよねということで、これは不適切であると判断します。で続きましてウは全棟のその給湯器ボイラー、先ほども申し上げました通りこちらを、団地の修繕積立金から支出することはできないと、まあ、判断しますとこちらも不適切と。でラスト絵ですね、集会所の雑廃水管のこの更新工事に関する費用は、管理組合の普通決議によって団地の修繕積立金から支出することができるというふうに言っているんですが、これに関してはその集会所の、雑廃水管の更新工事ですから、まあ、当然それは団地に関するものなんだというふうに考えていただきたい。で団地に関するものだからこそ団地修繕積立金からの支出っていうのはこれできることになるわけですよね。ということであと絵の2つが、まあ、適切であると判断しますと、まあ、正解詞としては現時点での判断はこれ2番というふうに判断しているというような形でございます。まあ、そうですね、個数問題ですとか組み合わせ問題に関して本当はね、お時間の都合上全部扱えないんですけど、できれば全部ね一緒に見ていきたいところではあるんですが、まあ、ちょっと気になるかなというポイントで現時点でご紹介しておきたいのはこのあたりかなというところでございます。はい、で続きましてこれいきましょうかね。ちょっとこれはですね言葉の問題なんですけれども、ページを進めていただきまして、20ページ、はい、問題の20ページの問いの31番ですね。はい、問いの31番、問いの31番なんですけど、これ、ま、内容としてはその標準管理規約の担当型についての、ま、問題で最も適切なものを探してくださいということなんですが、ここでよくよく読んでいくと、ここでコメントに基づく別段の定めはないものとしますと。このコメントに基づく別段の定めがないものとするっていうのは、じゃあつまりどういうことなんだという話なんですが、そもそも標準管理規約っていうのは、まあ、担当型、団地型、あと複合用途型とあるわけですけれども、それぞれ後半にコメントがね掲載されていると。でそちらのコメントの中で例えばですけど、まあ、規約で別段の定めをしてくださいねとか、まあ、こういった手続きを踏んでいただければ、まあ、例外的にこういうこともできますよっていうのことがねいろいろと書いてあったりするわけなんですけれども、今回の問題としては、まあ、ちょっとね嫌なところではあるんですけど、コメントに基づく別段の定めがない、
つまりその標準管理規約のところに書いてある内容通りにできるのかできないのかっていうのを判断してくれと。だもうちょっと誤解があるかもしれないですけど、ちょっとね違う言い方で言うと、まあその規約とかの定めがないとできないようなものを言ってきていたら、それは、まあ、今回の問題としては最も適切なものとは言えないんだよっていう話になると。で、例えばなんですが、一例としてお挙げしますと、足の4番で見ていくと、入院中の理事がいましたよと。で、その理事に代わって理事の配偶者の方が、まあ、出席するとような話して、まあ、聞いたことあるぞっていうふうになると思うんですけれども、これ、まあ、もちろんその理事の配偶者の方っていうのは理事会に出席できるのかできないのかっていうと、まあ、できるんですよ。できるんだけれども規約が必要であるということになるんですね。だからそうしちゃうと、これに関しては今回の問題でいうと、コメントに基づく別段の定めはないんですっていうふうに言っているので、うんっていうふうになったかもしれないんですが、これに関しては、まあ、最も適切なものというふうには判断しないよと。で、結論としまして、これ現時点での判断としては、足の3のこちらがね適切なものであるというふうに判断しておりますということですね。まあ、これについては結局のところ、理事の過半数の承諾が必要でしたよねっていうところですので、まあ、幹事の承諾がいるのかっていうことで、幹事の承諾っていうのは求められていませんから、その幹事の承諾が、まあ、反対していたとしても、まあ、これに関しては決議できるよねと。だからこれは別に特段、まあ、別段の定めがない状態でも最も適切なものというふうに扱えると。ちょっとね、普通に読んでいると、やっぱりコメントで学習したような内容もこれこれこうでできたと、確かできたというふうに覚えてらっしゃる方も多かったと思うので、ちょっとねここは悩まされたんじゃないかなというふうに思います。はい。で、さらに私個人的にねちょっと気になったポイントをお伝えしていきますと、ページ進めていただきまして、23ページ、はい、23ページの、問いの36ですね。はい。で、問いの36をねちょっと見ていきたいんですけれども、これねちょっとうんっていうふうに悩んだ方多いと思うんですよ。なぜなら数字を聞いてきているとですね。ね、こういうふうに聞かれてしまうと、ちょっと計算ができないから後回しにしようとか、どういうふうに計算していいかわからないっていうふうになってしまったと思うんですけど、今回の問題のポイントとしては、その組合員の数、まあ、つまり区分所有者の数、組合員数と議決権の数っていうのをそれぞれ、まあ、きちっと算出することが重要だったと。で、今回の問題に関しては、まあ、総住戸数96というふうに言っている。で、議決権は1住戸1議決権というふうに言っていますから、議決権というのはすなわち96っていうふうに判断すればいいですね。じゃあ組合員数はと、問題ここなんです。組合員数を出しましょうっていう時、まず総住戸数は96なんですよ。96なんだけれども、この中に1人で20戸を所有されている方がなんと6人もいますよっていうことですから、まあ、要はお一人で20戸で6人、つまり6をここから引いてあげることによって、その組合員の数というのが、まあ、出てくるわけですよね。わかりますか？だからそうすると、この6を引いてあげると、純粋に1人で、まあ、要は人数ですね、1人で20戸持っている。で、その方が6人いるから6引いてあげると、純粋なこれは組合員数が出てくるということで、まあ、ここは今の時点でですけど90というふうに判断しています。で、これが組合員数です。じゃあ90です。で、90で考えると、結局のところ今回見ていくと、総会開催の招集の通知書は最低93部が必要というふうに言ってるんですが、要はここにいる組合員に関しては、あ、もちろんね、2人で一住戸持ってる方もいるんですけど、これは要は夫婦で共有しているマンションの一室とかですから、代表者1名っていうふうに考えるんですよね。だからそうすると90部あればいけるよねっていうことで、あは、まあ、不適切なものというふうに判断します。で、今回不適切なものを探してくれってことなんで、あがまず1つ目ですね。で、さらにいに関しては、要は先ほど出したその90等々を踏まえて考えていくわけなんですけど、90とあと、議決権が96っていうのを踏まえて考えていきますと、この議決権数っていうのはこの96を元に計算すると、これは49以上でなければ成立しないのかと。
これに関しては議決権の半数になるので96の半分はと、96の半分、そしてこれは48になるとってことで、これも微妙な数字なんですけど49以上ではないということで、これも不適切であると。で今度ウに関しては、まず組合員数で考えると 90× ことの5分の1をしていただくと、これ18になる。あ、これは合ってそうですね。じゃあ次、議決件数はこれ96、あの1重項1議決権なので 96× ことの5分の1すると、これ実は 19.2 になるんですが、まあ、小数点以下切り上げますから20以上の同意が必要であるってことで、これは適切ですね。で次、絵に関してはまず組合員数で考えると、これもねちょっと細かな、計算になりますけれども、まず組合員数さっき出した通り90なので、90×ことの規約変更ですから、特別多数の決議4分の3をかける、90×ことの4分の3をするとこれ 67.5 になる。でまたあの小数点あの切り上げますから、じゃあ68。では次、議決権に関しては、こちら 96×ことの特別多数なので4分の3をするとこちら72になるよということで、うとえに関しては適切だと。で今回不適切なものを数えてくださいねというふうに言っていますから、現時点での判断としてはこれ2番がこれは、不適切なものだと、正解しになるということで判断しております。あとはですね、ちょっと細かいポイントで皆さんうんっていうふうになったかもしれないんですが、少し飛びまして、ページで言うと28ページですね。はい、28ページで、28ページ見ていただきますと、これなんだっていうふうになった方も中にはいらっしゃると思うんですが、あの新たに、ね、制定された賃貸住宅管理業法からの出題が1問ございました。ですから、あの今年からね、あのこれは出てくる可能性が、管理業務主任者としてはちょっとどうかなというところではあったと思うんですが、今後もねこれは出題される可能性が、あるなというふうに今の時点でね、あの判断しております。でそもそもどうして管理業務主任者の試験でこの賃貸住宅管理業法からの出題があったのかっていう話なんですが、私実際にね、あの業者として仕事もしておりますけれども、あの分譲賃貸というふうに俗に言われる分譲マンションのその占有部分の一室を賃貸で貸しに出す方っていうのが結構いらっしゃるんですよ。ですから、その観点で、例えば分譲マンション、区分所有建物であったとしても、その賃貸借契約っていうのは密接な関係があって、当然ですけれども、その賃貸住宅管理業法についての知識も、今後求められてくるよということで、一問出題があったのかなというふうに判断しております。で正直、ここのね、正答率が何パーセントくらいになるのかっていうのは、今年からね、出題される、出題されてくることになると思いますので、ちょっと現時点ではわからないんですが、あの対策を取っていた方はね、ある程度何を言ってるかっていうのが分かったと思うんですが、特定賃貸借契約とかね、急に言われても何が特定っていうふうになった方もいらっしゃると思うので、こういうところはね、ちょっと場合によっては取れなかったとしても、他の問題のところで基本事項をしっかり押さえていくようにしていただくっていうのが重要だったかなというふうに判断しております。はい、ではね、お時間としまして、あっという間ではございましたが、だいたい20分程度ですかね、お話をさせていただきました。もちろん皆さんここから先ね、合格発表まで合格点が何点になるんだろうと、これまでの合格点で例えばですけど、今自己採点でね、35点とか36点の方っていうのはちょっとこう、あ、どうしようと、もしかしたらギリギリかもしれないと、今年の合格予想点何点くらいになるのっていうのをハラハラしてらっしゃると思うんですけれども、もう一応試験としてはね、終了しておりますので、今日はゆっくりと休んでいただきまして、気になると思うんですけれども、ご自身がね、今まで頑張ってきたっていうことをまずはご自身で褒めてあげていただきたいなと思っております。はい、それでは、2021ここが出た、管理業務主任者本試験回答速報を終了いたします。皆さんお疲れ様でした。